市場で流通している NTT 製の中古ビジネスフォン中古ビジネスフォンとは不要となったビジネスフォンのうち使用するために譲渡されるものを指す。業務としての買い取り、販売には古物営業法に基づく古物商の許可が必要になる。新品のリースが満期になったもの、規模拡大で増設限界を超えて取り替えられたもの、当廃合で不要になったものなどが提供される。 最近の機能としては真新しいものはなく、数年落ちの中古品であれば、ほぼ、本来の用途を十分満たせている価格の冷房メーカー製、ビジネスフォン5台の売新品試行意識含み約70万円、中古試行意識含み約20万円中古、ビジネスフォン業界は、保守業務などのことを考え広く、市場に流通をしている、NTT 製、サクサ製のものが、市場に不器用している、 これは中古車と同じで新品で市場に出回っているものがそのままビジネスフォンの入れ替え時に中古として再利用をされるためである。新品のメーカー出荷がないものは特定のインターネット回線、IP 電話の継続契約の取り次ぎを条件に本体価格無料で提供されることがある。2014年現在中古ビジネスフォンには業界団体がない。そのため各業者が 独自の考え方で再生、工事、保守対応を行っている。完全分解清掃後組み立てテスト機材で完全に動作することを確認、蓄電池などの消耗品を取り替えているもの、簡易動作確認の後外部清掃を行ったもの、引き取り後そのままものなどがある。設定を行った手装置と電話機のセットを送付し、使用者が配線を行うもの、工事業者が 配線工事を行うものがある。製造停止から年月が経ったものはメーカーにも資料が保存されていない場合があり、工事、販売業者の保守対応力が問われる。種の販売地域は、首都圏内都市が中心のため、郊外都市などでは、業界自体が存在することすら知られていない現状もある。中古ビジネスフォンの設定については、一定の範囲を超えるものについて、 メーカーから工事業者にしか開示されないため、使用者が工事、設定を行うことは困難である。また、不揮発性メモリを使用していない機器の場合、蓄電池が消耗していて、商用電源途絶時に設定が失われ、電源が復旧しても通信ができなくなる事例も発生するので保守用で予備機などを用意をしている。事業所も多い価格が割安で購入が容易になったため、 企業をされ数年くらい行った方の事務所の移転、お客様からの電話が話中になってしまうなどの事業規模の拡大に合わせ安価で設備投資をしやすくなってきている。ありがとうございます。